これはなんかこう、どういうことだったのかな。これだと、こっち掴めるんです。これだとね、こっちに行っちゃうんです。またぐと、親指とここで挟まなきゃいけないような気がするっていう。ああ、なるほどね。うん。だけどこれだと、ここでは上下で挟んじゃってるんで。あ、それはいいのか。うん、安定して。ね、上下だから、平でちゃんとこうくっついてくれる。隙間がないから安心して下ろすような。これだと、こういう感じなんですね。なるほど。隙間だらけになってるんですね。うん。はいはい。これだと、逆に、握ると隙間だらけになっちゃうんですね。うん。今のこんな感じですね。なんじゃあ、それを、ちょっと他の練習で解消しましょう。うん、はい、じゃあ、今あれですよね。木刀で、こうなってて、ここがスカスカだった。そう。スカスカなんで、結局押し出すきっかけがないんですよね。うん、で、ここでギュッと握ったから、反応されて、まあ、で、まあ、ここは伸びたとしても、下ろすときに、ここの感覚がないから、また下ろすぞになっちゃう、はい。で、正解というか、一番やりたいのは、ずーっと平は密着してるんですよ。ここがへばりついてるんで、本当にこの感覚、ここがへばりついてるから、この感覚なんです。で、へばりついた感覚のまま、こう、落ちる。一つ前のと感覚は違いますよね。違いますね。うん、だからそこがすごい重要なんで、他の技で検証で2強いきましょう。他の技でもいいんだけど、これが一番分かりやすくて、で今ダメな例で手がスカスカで、この技って手首関節決めて、最初はお約束で受けてもらっていいですか。ここの関節が決まってこう落ちるっていうことなんだけど、ただ今の木刀と一緒で握って曲げようとするともう返されてますよね。返したくなりますね。そうそうそう、嫌ですもんね、やられるのは。だから今親指で握ってっていうのが伝わっちゃってるんですよ。で、それをせずに密着でこう詰めてるだけです。そうすると相手って握ると、うん、握ると来るの、来る信号がわかるんだけど、握んない感覚でこれがただこう降りてるんです。と、それがこうして下ろすときにこれが入るとブロックできる。だからさっきの押し出して下ろすときにグッっていう感覚がこれなんですよ。もうめちゃめちゃここに反応できる。そうそう。だからこの感覚のまま、この感覚のままこう来ないと入んないっていう。それを、ね、うん、それを練習してみましょう。木刀を押し出して落とす感覚がここだとしますよね。あ、ちょっともう力抜いてもらって、そんな入れないんで。で木刀を押し出すときに、ここが、手のひらの感覚が薄いところなんですよ。はい、で、押し出せないから、握っちゃうとこれで、なんかもうブロックしますよね、体的に。はいはい、で、さっきの木刀を押し出して、下ろすぞっていうのは、こういう信号を送っちゃってるんですよ。はい、そうすると、固めて嫌がりますよね。はい、で、やりたいのは、木刀を押し出すとき、こういう密着なんですよ。で、こう押し出したまま、この感覚のままこういう感じ。わかります？はい。下ろすっていう信号がいかないじゃないですか。はい。こういってんだけど、はい、こうやると、はい。もうかけられたくないからブロックしますよね。はい。そういう感じです。だから握った感覚が来ると降りないんですよ。だから、この感覚のままこう降りると、こういう感覚。はい。それをさっきの木刀でやりたい。はい。これは練習、今の感覚分かりました。分かりました。それを二人で練習してみましょう。はい。こんな感じで掴むと、密着が
薄いんですよね。平で掴んでるんですけど、うん、この指の付け根あたりからこう、はい、こんな感じなんですよ、うん、で手のひらの下の部分からこういう感じで、うん、ああ、はい、そうすると、うん、密着度が、うん、ここから掴んでこういうのと、うん、違いがある。違います。だからさっきのまだ木さんがやって、うん、一番最初ってこうこんな感じで、うん、でこう密着密着ってついてるんですけど、うん、こんな感じ、うん、で後半の方ってこうずっとこういう感じでやってもらってて、うんうん、ここはなそのゆさゆさしてなじませるっていうのいいかもね、うん、こんな感じでずっとこうやってもらってたんで、うん、逆にこの平の上の部分よりも下の部分のここのところがもう馴染んじゃってるんで、いや、工藤さんの手のひらがどんどん柔らかくなってきます。そうそう、そういうことですね、ええ、まあ、相手と同調するんだよね、手が、うん、それが、うん、さっきと全然変わってきましたね、うん、これこうやってたんですね。そうです。最初はあ、それダメな感じでしょ、ええ、うんうん、そうそうそう、最初そこでいい、うん、で、なじませて、で、おお、なじんでいくと肘もこう、うん、こういう形になってくるんですよ、うん、こんな感じ、こんな感じ、だいぶいい感じじゃない、こんな感じですね。そうするとこう、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 あ、もう、じゃあさっきの2強、もう一回、さっきの形。多分いけると思うんだけど、雰囲気的に。おお、全然違う。あ、あと、この親指は、うん、それでピターッと張り付いて、圧縮させて。おお、でもだい、だいぶ、だいぶ、おお、きょうきょうきょう、はいはいはい。と、なんとなく分かってきますよね。そうです。詰まった感じも。うん。おお。そういうことなんだ。たぶんさっきみたいにこうギューって力入ってないですよね。力入ってない。チームさっきはスカスカだったから、いくら肩の力入れて詰めても、詰まった感じもないし。そう、その、そう、密着。そう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 、今握ってないじゃないですか、ヒーラー密着の爪、はい、これで詰まる、そういうこと、そういうこと、いや、もうこの形になっちゃいます、もうなんか隙間がない感じ、わかりますよね、これで決まっちゃうの、もう決まってますね、正直、はい、肩が来てる、で、本当密着が重要だってことですよね、こんなに変わるんですね、うん、持ってる感じが違いますね、うん、うん、そう、この時点でこういう感じですね、最初のはこう、まあ、分かんなくなった最初なんかこうグラグラだったんですよ、そう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 、はい、で密着がなかったから、はい、もうどこに力入れて詰めていいかで、はい、いろんなところに力かけたけど、はい、密着するとさほどそんな必要ないってことですよね、はい、うんうん、この楽になってきました、ね、そうそうそう、はい、そうすると肩の力、肘の力、はい、そんなに必要ないっていう、だからやっぱ手を作るのはすごい大事、うん、これ角度ないんだけどこの形になってますね、うん、こうなってるのこの時点で、うん、そういうことなの、これでも工藤さんの手が今馴染んだからですよね、きっと今は、それもありますけど、まあ、でもやってると天崎さんの手が最初から馴染む手になるから、うん、他の人触ってもそうなっていくんですよ、うん、うん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 それ今のだと、全然気づけないんです、うん、ちょっと
感じは全然違います。どうですよ、やってて密着、手のひらの感覚、ここの感覚が変わらないまま最後までいきます。そうそう、うん、うまくいってないときはいろんなところに力がこう、うん、ひらが密着してないから、うん、無駄な力で出さないといかない感じです、うん、はい、だいぶ分かったと思う。あ、なんか今日はありがとうございます、びっくりしました。はい、はい、あでも雰囲気はすごいですよ、結構先生の近いですよ。うん、そうそうそう、うん、でこの形で詰まってなくても、この状態でも入りますから、うん、不思議ですよね、うん、最初どこまで力いるのかと思ったらこう、ああね、そう。そこのやっぱコツが分かれば、うん、はい、終わります。はい、ありがとうございました。はい。